タケノコの時期には山椒の若葉があった。それから花山椒になって、今は実山椒の時期。山椒の実は塩で漬けたり醤油漬けにしておくと、食卓がいつもいい香りになる。山で山椒を摘む人のことを思う。小さな粒を摘み取るその指先から緑の香りが立ち上っている。梅雨の食卓、Le mets de la saison des pluies. Vision.